はい、今日は、ホテルの近くにある、何ですか、ここは洗濯屋さんかな。あとここに、ここでバイクを借りられます。なので、はい、今日はここでバイクを借りて、少しプーケットを旅行したいと思います。はい、ちょっとね、あのバイクを借りるときはあのパスポートを預けなきゃいけないので、それがちょっと怖いね、心配ですね。はい、でも多分大丈夫だと思います。はい、今このバイクを借りてガソリンスタンドでガソリンを入れました。はい、さあ今からちょっとこのバイクで冒険したいと思います。アドベンチャーに行きます。旅行すると楽しいですね。もっとフレキシブルに旅行ができます。はい、ちょっとあのバイクに乗ってる時はあの動画を撮れませんでしたけど、今このビーチの前のレストランまで来ましたよ。すごい、本当にこのロケーションも最高ですよ。なんかサーフィンができるビーチみたいですね。カタビーチと言います。すごい、見てください。はい、今日はここでレストラン、このレストランでご飯を食べます。すごいいいね、サーフィンもできますね、ここで。とても綺麗な場所です。はい、今はあのビーチの近くのレストランに来ているので、サーモンのステーキを頼みました。美味しそう。彼女も同じのを頼みましたね。いただきます。あー、最高ですね。はい、今ちょっと海で泳いで、あのいやタイのビーチは本当に海、海水の温度が暖かいので、はい、リフレッシュすることができました。でもちょっとわお、そうですね、たくさん残念なことはたくさんゴミがあることですね。これは残念ですね、ちょっと、はい、ね、環境のことも考えないといけませんね。はい、いやでも気持ちよかったです。はい、皆さん、今さっきビーチから、バイクで30分ぐらい、走って、今はこの大きい大仏があるところに来ました。ちょっと名前忘れましたね。 What's the name of the place? ビッグブダです。すごい、はい、そう、彼女も今この青いタオルをつけなければいけませんでした。はい、実は私はここに前に来たことが
あります。ニュージーランドに来る前に私はプーケットにいたので、はい、前もここに来ましたね。でも、はい、前来た時より人がいませんね。わあすごい、見てください。わあすごい、バレー、わあすごいですね。タイはあの仏教の国ですからね、大きい大仏があります。すごい綺麗。はい、そしてここから見えるあの景色もすごいですよ。見てください、わーお、すごい、プーケットが全部見れますね。はい、今は雨季なんですけど、今日は天気が良くて良かったですね。すごい。Thank you so much for watching. If you like this video, please don't forget to subscribe this channel and leave the comment and hit the like button. Thank you so much for watching again and I'll see you guys in the next video. Bye bye. はい、すごい綺麗なお寺ですかね。お寺ですね。この中にあるマーケットを見つけました。わあすごい、そういいですね。はい、雰囲気もとても良くていいですね。